皆さん、こんにちは。イングランド一部ブライトンの日本代表ミッドフィルダー三笘薫選手は現地時間2月10日、敵地で行われたプレミアリーグ第24節トッテナム戦に先発フル出場するも、チームは1対2で敗れてしまいました。随所で見せ場を作った中、試合後に敵将と見せたやり取りにも熱視線が注がれていようです。今回はこのトッテナム戦やその時の敵将とのやり取り、移籍動向の新展開などについてまとめていきたいと思います。冒頭でも触れましたが、現地時間2月10日に行われたプレミアリーグ第24節、ブライトンはトッテナムに1対2の敗北を喫しました。この敵地での一戦、シーガルズは序盤の17分にダニー・ウェルベック選手が倒されて得た PK をパスカル・グロス選手が決めて先制しましたが、61分にパペ・マタールサール選手のクロスをディフェンダーが防ぐも、ゴールポストの跳ね返りが再びサール選手に渡るという不運で追いつかれ、引き分け濃厚と思われたアディショナルタイムの6分には交代出場のソン・フンミン選手のクロスをブレナン・ジョンソンに合わせられて逆転を許してしまいました。ブライトンの公式サイトが不公平を感じながらの帰宅、残酷なフィナーレと表現したこのアウェーマッチ、アジアカップを終えてブライトンに合流した三笘薫選手にとっては、足首を痛めた12月21日の18節クリスタルパレス戦以来となるクラブでのプレーであり、定位置の左サイドから惜しいシュートや股抜きからの突破、アンスファティへのクロスと幾度も見せ場を作っていました。また公式サイトは三笘薫選手について、ペルビス・エストゥピニャンとは昨年9月末以来となる左サイドでの共闘で、アルビオンはもう一つ強力な攻撃の手段を手にした、30分に左サイドへ侵入したが、相手ゴールキーパーグリエル・モビカリオが体を広げて全力でシュートを押し出した。残り14分で三笘が混雑したボックス内にボールを供給すると、ファティがゴールにボールを流し込む、ボールはポストの外側に流れたと言及。またクラブの SNS では彼の素晴らしいトラップの場面の動画を公開し、三笘の魔法のタッチと賛辞を送っていました。現地メディアの報道を見ると、スポーツ専門チャンネルスカイスポーツは試合のハイライトシーンの一つとして、攻守が目まぐるしく入れ替わった試合、トッテナムはビカリオが2度目の素晴らしいセーブを披露、その一つは三笘の独創的なシュートを阻止したものだと伝え、10点満点の採点ではチーム最多タイの7を背番号22に与えていました。そして日刊紙デイリーメールも同採点としましたが、記事では日本代表としての任務を経てクリスマス以来となるブライトンの試合に出場した三笘はアダム・ダラーナからのパスを競り勝って受けたが、角度のないところからシュートでスパーズのゴールキーパーを打ち倒すことができなかったと、こちらも前半のシュートシーンに言及していました。一方、同メディアの日曜版メール・オン・サンデーはトッテナムが同点ゴール後に勢いを失ってしまうと、ブライトンは流暢さを取り戻し、左サイドの三笘の策略から決定的なチャンスを何度か作り出した。彼からの折り返しをファティが外すと、今度はファクンド・ブオナノッテが枠をそらしたと、日本人アタッカーのチャンスメイクに焦点を当てていました。サッカー専門サイト19ミニッツは、相手に脅威を与えるポジションに容易に侵入した、別の日であればゴールかアシストを記録できていたかもしれないと綴り、高パフォーマンスを発揮したものの報われなかったことを強調。採点はこちらも7でチーム最高タイでした。ブライトンの地元メディアでは日刊紙ザ・アーガスがやはり7の高採点で、彼が復帰し常に潜在的な脅威となったのは素晴らしいことだ、最初の貢献はタックルだったが、彼がピッチに立った理由はすぐに判明した。リカリオに阻止されたシュートのほか、ファティに素晴らしいチャンスを提供し、ブオナノッテのシュートが外れる直前にもスリリングな仕事を果たしたと、寸評もポジティブな内容となっていました。そして総合サイトのサセックスエクスプレスは、彼のプレーを再び見られたのは本当に素晴らしい、
と復帰を歓迎し、前半はリカリオに防がれたシュートの場面以外は比較的静かだった。後半トッテナムが攻勢に立つ中、日本代表選手はボールに触れずにいたが、失点後には息を吹き返したように見えた。惜しくも味方の頭に合わなかった素晴らしいクロス、美しい股抜きのほか、ファティには絶好の得点機を提供したが生かされなかったと高評価。こちらも採点は7が付与されていました。そんな三笘薫選手の活躍を敵将も認めたようで、試合後にトッテナムのアンジェ・ポステコグルー監督は三笘薫選手のもとに歩み寄り、熱い抱擁、さらにそのまま耳元で何かをささやくと、最後は手で三笘薫選手の背中を何度か叩き、後ろ姿を見送っていました。スポティービーナウ公式 YouTube チャンネルがトッテナム戦のプレーダイジェストとしてこの場面を公開すると、ファンが反応し、コメント欄には2人の会話を推測する声とともに、なんと声をかけたのでしょうね、感動した、すっごい来て欲しそうにハグしてたね、最後絶対勧誘してる、愛されてらといった反応が寄せられていました。立場は違っても、 J リーグ時代の2021年には川崎フロンターレと横浜 F マリノスで対戦経験のある2人、互いをよく知る間柄だけに健闘を称え合ったのか、それとも短い時間で交わされたやり取りの詳細が気になるところですよね。そんな中、ブライトンはノアシェランに所属する19歳のオスマン選手を獲得したことを発表しています。移籍金は1870万ユーロと報じられており、2029年までの契約になるといいます。若い才能を獲得してきたブライトンだけに、記事ではこのフォワードはこれまでにモイゼス・カイセド、マルク・ククレジャ、アレクシス・マック・アリスターといった選手を近年獲得して大金に変えてきた南海岸のクラブが獲得した新たな宝石と見られていると伝えていました。そして入ってくる選手がいれば出ていく選手もいる可能性は高まります。オスマン選手の加入により放出の可能性が開かれたとされるのが三笘薫選手です。現在三笘薫選手にはイングランド国内のマンチェスターシティ、マンチェスターユナイテッド、チェルシーなどから関心が報じられています。フットボールトランスファーは推定移籍価値はピークの3300万ユーロ約53億円から2400万ユーロ約38億円に下がった三笘薫選手ですが、ブライトンは2021年にわずか300万ユーロ約5億円で獲得したウイングに6000万ユーロ約97億円の移籍金を要求すると見られていると、イングランド国内の3つのメガクラブによる争奪戦が移籍金を引き上げることに期待しているといいます。また関心が伝えられていたスペイン一部バルセロナについては、オスマンを獲得したことによって交代した可能性があるようです。バルセロナは三笘薫選手を獲得する場合、ブライトンにレンタル移籍中のスペイン代表フォワードアンスファティを交渉に入れる見込みでした。しかしオスマン選手が加入したことでブライトンのウイングの枠が埋まった場合は、金銭面だけでの競争になり、バルセロナにとっては難しい挑戦になるでしょう。いかがでしたでしょうか。今回はトッテナム戦やその時の敵将とのやり取り、移籍動向の新展開などについて紹介していきました。今回の敵将とのやり取りやブライトンの新しい選手の獲得からも、三笘薫選手の移籍は近いのかもしれませんね。またプレミアリーグのクラブには三笘の争いは始まったばかりと記事は締めくくられていましたが、どのような決着を見ることになるのでしょうか。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。